マリー・テレーズ・ドートリッシュは、フランス王ルイ14世の王妃。父は、スペイン王フェリペ4世、母は、フランス王アンリー4世とマリー・ドメディシスの、娘イサベル・デ・ボルボン。スペイン名は、マリア・テレサ。ルイ14世の父ルイ13世は、イサベルの兄、母、アンヌ・ドートリッシュは、フェリペ4世の姉であり、ルイ14世とマリー・テレーズとは父方、母方双方でいとこにあたる。 神聖ローマ皇帝レオポルト一世の皇后、マルガリータ・テレサは、イボ妹、スペインハプスブルク家最後の王カルロス二世は、イボ帝である。ディエゴ・ベラスケスによる王女マリア・テレサの肖像1659年、ジュール・マザランにより、ルイ14世の日に選ばれ、即位から17年になる、ルイ14世と1660年6月9日に、 フランス側のナバラ王国のサンジャンドリューズで結婚した。この結婚はピレネー条約で取り決められ、マリーの持参金として賠償金をつける代わりに、彼女とレイ14世の子供たちは、スペインの多い継承権を放棄することになっていた。しかし、当時のスペイン王家は取り決めに応じた持参金を支払うことができなかったことから、後に多い継承権をめぐって、国際戦争にまで至る。 おば、アンヌ・ド・トリッシュ、王子ともにマリーはフランス語を上手に話すことができず、スペイン余りのフランス語は周囲をイラつかせた。ハプスブルク家独特の小さく短い唇は、マリーの乏しい表情をより寂しいものとさせた。マリー・テレーズは、政治や文学に興味を持たず、ギボ・アンヌと共に祈り、トランプ遊びをして過ごした。アンヌは、 同じスペインハップスブルク家出身のおばでもあり、スペイン語での会話を楽しむなど良好な関係であったが、アンヌは6年後の1666年に死去した。ルイ14世との結婚生活は良好なものに見えたが、マリーの再疑心のない性格は逆にルイ14世を遠ざけてしまい、次第に国王は王妃を無視するようになった。ルイ14世は、公めかけや愛人をたくさん作ったが、 その存在を最後に知らされるのはマリーであった。ルイ14世は表向きは王妃とベッタを共にしているように見せかけていた。控えめな性格であった長期ルイーズ・ドラバリエールについては、のにひそやかに咲く、スミレのような方と好意的に見ており、彼女が宮廷をサカルメルカ会修道院に入ってから、王妃は何度か見舞いに行っている。しかし、あたかも自分こそが、 王妃のように振る舞う、モンテスパン公爵夫人には、いずれこの女性により国を滅ぼされると嫌をしている。ルイ14世が非常に信心深い、マントノン公爵夫人を長期に迎えた頃、王妃を帰り見ない生活を正すよう注意を受けたという、奇妙なエピソードも残っている。マントノン公爵夫人は、その善良な人柄から王妃への配慮を忘れなかったため、マリーは、自分は、 この時期ほどよく扱われたことはなかったと語っている。マリー・テレーズ王妃は、ほとんどの時間を使用人と過ごし、宮廷に出ることは、ほとんどなく、穏やかで信仰深い生活を送っていた。国王との間には三男三女が生まれたが、長男類以外は陽性し、マリーも1683年に44歳で死去した。死因は脇に、大きな腫瘍ができる癌であったとされる。 長い間長期や愛人にうつつを抜かしていた、ルイ14世だが、王妃の死の際には涙を流して、別れを告げたとされている。後に、グランドファンの次男アンジューコフィリップは、ピレネー条約で定められた、マリーの持参金が支払われていないことを理由に、スペインを追い継承権の放棄は無効であるとし、フェリペ5世として、王位を継承した。三男三女が生まれたが、 長男を除いて養成した。ルイーズ・マリー・テレーズまたの名は、ルイーズ・マリー、聖テレーズ、モレノ・モール・オンナ。生まれについては、マリー・テレーズ王妃と黒人の小人の故障なことの子、ルイ14世と黒人女性との子、王家に保護された若い孤児の3つの説があるが不明。宮廷が置かれた、フォンテーヌ・ブロー城界隈モレシュル、ロワンの修道院で暮らしていた、修道女。 ルイ14世より年金を受け取っていた。マリー・テレーズ王妃や、グランド・ファンといった王族や、三モン皇、モンテス・パン公爵夫人など、宮廷の皇位貴族が頻繁に修道院を訪ねている。系譜の中に、複数の宿鉄婚が含まれている。マクシミリアン2世と、フェリペ2世の妹、マリアの子であり、おじと名の結婚である。カール2世妃マリアアンナは、 バイエルン公アルブレヒト・モセイと、カール2世の姉、アンナの間の娘であり、おじとめの結婚である。兄に、ルイ13世、妹に、チャールズ1世、ヒアンリエット・マリーがいる。フェルディナント1世の娘で、フェリペ2世の10枚にあたる。ありがとうございます。